皆さんこんにちは、シューポンチノコです。復刻青の塔チャレンジで、デウススキンで青の塔15回を10回クリアで、デウスがスキンチェンジできます。もうすでにチェンジしている方に試合で出会ったことがありますが、デウスさん金髪になるようですね。かっこいいのか。でもこのチャレンジは過酷です。前回の青の塔で僕は1回だけクリアしたのですが、とにかくしんどいです。何がしんどいって、デウスさん見た目と違ってちょっと当たっただけでもひっくり返ります。本当に拒絶体質です。そんなこんなでなかなか進まないチャレンジです。それではここから1回クリアまでの死亡集をお送りします。デウスさん理不尽な死に方が多すぎる。チケット何枚あっても足りないな。でも今回の復刻デウスチャレンジは前回の時よりクリア回数が15回から10回に減らしてくれてるんだよね。1個5回にしてくれたらいいのに。15回でクリアした人に申し訳ないか。何十回とやられて思ったのは、このデウスチャレンジは3つ目のスイッチからが本番です。3つ目のスイッチを押す前後にやられるのがほとんどです。あとこの白い玉が曖昧で当たり判定がわかりにくいです。中心かと思えば上だったりして判断がしにくいです。この辺りを通るときは心臓バクバクです。あと少し来てましたー。隠しステージが出たのでやっていきましょう。あ、この絵面かっこいいな。すでにクリアできる気がしないんだけど、なんかすごい光景だな。ひゅー、意外とデウスさん耐えてくれてます。どこまでいけるかチャレンジだな。ああ残念、2周目入りたかったな。とりあえず1回クリアできました。手が震えてます。でもこの後もデウスさん死に続けます。ここまで来たら見逃してよ。この後は途中からお送りします。パターンとしては左下で雷神鬼をかわしてから、雷神鬼が通り過ぎたら一気に攻める感じ。僕は別のスキンだとこの下から真ん中を上がりますが、デウスの場合はこのまま上ルートで抜けます。デウスはその方が行きやすかったです。行けました。2回目クリアです。こちらが3回目です。2回目クリアしてから62回目。もう笑うしかない回数だな。3回目クリアです。こちらが4回目です。3回目クリアから12回目の挑戦です。少しクリアまでの回数が減ったかな？4回目クリアです。
5回目です。4回目クリアから6回目の挑戦です。だんだん間隔が短くなってます。5回目クリアです。6回目です。5回目クリアから19回目の挑戦です。6回目クリアです。隠しステージが出たのでやっていきます。僕は時計回りでいつも行くのですが、左下に鉄道雷神鬼が現れた時は半時計回りで行きます。右にスイッチがあるといいんだけど、ちょっとオーバイ。右スイッチだ、ラッキー。行けるだけ行きたいな。お、初めて2周目に入れました。残念。やっぱりデュースで隠しは厳しいな。とりあえず6回クリアまで来ました。残り日数も少ないので、なんとか頑張りたいです。ここで、僕のチャレンジで残っていたもので、合気マップで青逃げを、する、が、ありました。こちらはなんとかクリアできました。合気マップが、僕本当に出なかったんですよ。動画は6月5日のものですが、完了した時のです。最後はボット部屋だったので、うまいこと豪気や鬼を銅像で囲めないかと、一生懸命銅像運びをしてます。3体目の追加までのタイムと、残りの生存数を見れば、大体結果が予測できると思いますが、しばしお付き合いください。この時はやりきった感でいっぱいでした。あと少しでくるくるっと、ワクワクしてました。静かに終わりました。完了できてよかった。今日から新シーズンですね。新ガチャは、飛ぶものシリーズ？ムササビかわいいな。もうこれ一点狙いだな。それでは新シーズンも楽しんでいきたいと思います。動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。